あれじゃない？あ、いやこれこれ。これですね。ご覧ください、皆さん。今日はね、トム氏の株価はすごいぞというね、イコニコで現在開催されているイベント。まあ、要は、世界中のカブトムシが来てたりとか、あと SDGs についてちょっと学べるみたいなんで、今日はそちらを取材させていただけるということで。ハナさん、虫は大丈夫？虫、めっちゃ得意ではないんですけど。けど、あの、小学生になった気持ちで。思い返してというか。そうですね。ヘラクレスとかこんなんらしいよ。頑張ります。はい、じゃあ行きましょう、早速。行きましょう。ちなみに開催期間、7月の15日から9月の18日までなんで、あ、まだじゃあ全然期間ありますね。そうですね、1ヶ月ぐらいですね。お、こちらが券売機ですね。そうですね。入場券はここで購入、お金を入れて購入する。ただの SOS、謎解きみたいなものもやってるみたいな。楽しそう。日本立てですよ、豪華。こちらに注意事項が書かれたこのイベントを楽しむための映像がございますんでね。はい、7つもやる。そう、まあ皆さんね、ゆっくり見ていただいて、はい、まあやっぱ虫もね、やっぱこう引っかいたりとかあるから気をつけていきましょう。お、あの方は、はじめまして。よろしくお願いします。はい、ですね、株式会社トム氏の阿部様でございます。よろしくお願いします。はい、今日はね、何やら阿部さんが説明をしていただきながら回れるということなんで、よろしくお願いします。お願いします。ある通り、ほうほう、あのカブトムシの幼虫の力で有機廃棄物をこう処理をして、はい、でその幼虫をこういろんな形であの利用していくんですよ。まずその幼虫をあの粉末にして、その粉末を魚粉の代替品としてあの魚に食べさせたりだとか、その幼虫から出てきた肥料をまた畑にまいて野菜を育てるとか、そういうサステナブルな取り組みをしています。ここが、まあ、約30種類、まあ、計100匹ぐらい放している、もう人間サイズ虫かごです。はい、いや、ちょっと、この中に生きたカブトムシたちがいるってことですか？そうなんですよ。それ、ちょっと怖いよな。おお、あ、これです。はい、一つずつ。はい、はい、はい、失礼します。ありがとうございます。おお、時間が経っちゃっているので、はい、ここもいろんなところに隠れてるんですよ。あ、はいはい、はい、例えば子供たちがいろんな場所に映しちゃってるここのブースがちょっと少ないんですけど、ちょっとこう探しながらですね。あ、いた、ところに。お、いたぞ、すごっ。そうですね。あ、本当だ。めっちゃ本当にいろんなところに隠れてて、こういう探す楽しみがあります。出るんで、うんうん、そういう感じで、すごい。こうやって鑑賞していただければな。あ、なんか久しぶりにカブトムシ見ました、ちゃんと。ここにいるんだ。お、あ、おるおる。これハサミ強そうですね。もうなんかテンション普通に上がります。本当ですか？はい。いや、噛まれるとかが怖いんですよ、僕、動物。めちゃめちゃツヤツヤで、ほんまや。おー、ツヤツヤですね。なんか揺れおる。こいつは威嚇するときに体をブーって振らせて威嚇するんですよ。面白いですよ。もうすげえ、なんかほんまスマホのバイブぐらい感じるよ。そうそうそう、ちゃんと迫力がありますね。ありがとうございます。ツヤツヤ、ちゃんと初めて見ました。ここの突起の下を持ってあげるんですよ。うわ、やばい、これ取ったぞって言わんと、これあの落とす恐怖。うわ、これあの大人しい、意外と。やっぱりね、ある程度の重さがありますね。あ、やっぱ重量がある、はい、感動。これはすごいですね、うん、貴重な体験ができるね、はい、これはお値段以上の価値がありますな。結構有名なんですけど、ギラファノコギリクワガタ。クワガタ。ああ、見て。え、大丈夫？世界最大なんですね。すげえ。やっぱ立派だね、角が。ですね。うん、これは黄金オオニクワガタの中でも一番でかくなるって言われてるアッシュで、ババロ黄金オオニクワガタっていう種類。星ひなかっぽい。可愛い。めっちゃ可愛い。おしゃれっすね。
こう落としちゃったらポキッと折れちゃうぐらい弱いんで、角は。ほんまや。いやでも、観賞には向いてますね、なんかね。見て、わかるかな、あのそれこそマジでモンハンのディアブロスだよね。ディアブロス、懐かしい。のこれがなんていうカブトですか。サタンオオカブトですね、これが。サタンオオカブト、はい。結構匂いが、いい匂いするんで、はい、いい匂い、はい。え、そんなん、やってみて、やってみて。ほんまに、おーおっ、なんかウッディーな香りというか、うん、桜チップのような、なんかね、スモーキーな、ね、スモーキーな燻製みたいな感じ。本当にあのおしゃれなバーの匂いがする。このカブトムシ、あ、カブトムシってのは日本の環境で生きることできるんですかね、普通に。日本の環境では生きれないです。だから基本的に日本でこうブリードされた個体なんですけど、基本的にはもう23度均一の部屋で温室管理した個体ですね。ここの会場から逃げたとしても生き延びれはしないですね。冬にあいあい死んじゃうというか、多分繁殖はできないと思います。いやすごいなこれ。これがヘラクレスの一生。一生大会です。ちょっとよく見てみると中に幼虫の殻がちょっと見えたりするんですよ。ほんまや。おお、なんかわかる気がする。そうそう。え、生きてるんですか。生きてます、生きてます。で、孵化したやつが今ここに乗ってるやつです。え、ちっちゃ。え、あ、最初こんなもんなんだ。はい、あ、5キロある、5キロある。へぇー。これ今年生まれたやつですか。これ今日生まれたやつ。あ、今日生まれたやつ。今日生まれて、ちょっと優しく掘ってあげて。いただきます。これが二例ですね。あ、うんこもするんだ、はい。これはあの畑に撒いたりとかして、肥料化し使ってるって感じです。あ、うわ、でかっ。いきなりでかっ。いきなりバージョンアップがすごいんよ。すごいっすね。本当はもっとでかくなるんですけど、ちょっと天井でちっちゃい個体をここに置いてます。本当にソフトボール以上にこんなにでかくなる。ソフトボール、はい。え、これは生きてるんですか。生きてます。え、なんかもうミイラみたいな。そんな花さん、はい、虫を克服しましたね、はい。じゃあ今度は、はい、虫を食べてみようのコーナーでございます。なんとですね、こちらにですね、昆虫食、今少し話題ですよね。うん、ですよね。それが実際に、うん、はい、まあ、購入もできるし、試食もできるコーナーがあるんですね。わあ、味が何種類もあるさあさあさあ、はいはいはい。で、本日いただけるのは、はい、なんとコオロギでございます。コオロ、あ、はいはいはい、はい、いろんなね、味がございます。プレーン、海苔、塩、塩。さあ、どれいきますか。僕、虫食べたことないんですよ。はいはいはい。プレーンかな。そうだね、まずはプレーンですよね。花さんのコオロギチャレンジ、どれがいいかな。じゃあこいつでいきます。いくよ。はいはい。うわーうわーって言うほど結構リアルよ。花さんのコオロギ、3、2、1、どうぞ。いってらっしゃい。お、うん、お、うん、あ、美味しいと思います。美味しい美味しい美味しい。意外とお菓子、お菓子、あのこの味のお菓子あるぞ。ある。何に近い。ポテコに近い。ポテコ、うん、おー、美味しい、美味しいと思います。まあ、2匹ぐらい行こうか。トンボも食べた。その辺にいるトンボは。え、え、マジ。いただきます。お、ゲイルさん、お、行った。どう。あ、あの懐かしいスナック菓子の、うん、なんかエビ、エビですね。あ、エビっぽい、エビっぽいかも、確かに。ちょっと塩味が効いて、あのね、なんかいい出汁が出そう。うん、なんかイリコみたいな。確かに、エビと、なんかこのエビとイリコみたいな、なんか。そうだよ、意外とね、僕も実は食べたことあって。いきますね。もしかしたら、うん、普通に美味しいんよ、これ。なのでね、結構あの食わず嫌いの方が多いと思う。だからね、まあ、まずはここで試食をしていただいてですね、美味しければ実際にご購入して帰っていただくこともできますんでね。さあ、なんとですね、こちら500円ガチャというものが会場内にございまして、見事当たりを引けますと超激レアのカブトムシだったりとかクワガタだったりがね、もらえるみたいですよ。いくよ。うわ、来い、当たるよ。
お、ブラックでございます。じゃあ行きますよ。あ、行った。行きます。せーの、じゃん。 お、カブトムシ缶バッジ。外れてもこれがもらえるっていうことなので、念を込めて、ああ、カブトムシ的に入れますね。はい、カブトムシ的に入れる。斬新だなそれ。いきますね。いける？はい、いった。いきます。はい。お、黒い。さあどうだ。さあ中開けてみてください。いきますね。せーの。お、カンバッチ。この缶バッジはカブトムシです。お、じゃあカブトムシっぽくいったから、はい。そしてね、こちらブースを楽しんでいただいた後は、このようにお土産コーナーもございますから、はい、ぜひですね、いろんなものが販売されてますんで、お気に入りの一品見つけてみてください。はい、改めてですね、本日はトムシの歌舞伎はすごいぞ楽しませていただいたんですけれども、いかがでした、花さん。いやもうね、小学生に戻った気分で、ちょっとなんかはしゃいじゃいました。楽しかったです。ですよね。いや僕もね、ちょっともう撮影、はい、そっちのけでもう楽しませていただいただけなんですけれどもね、もう次ですね、まあ、男の子の夢ギュッと詰まっておりますんでね、皆さんも遊びに来てください。女の子もね楽しめますからね。そうですね、はい。それではね、最後、安倍様の方からですね、視聴者の方に一言メッセージなんかをお願いいたします。はい、もうこんなに人間サイズの虫かごに入って触れ合えるイベントってなかなかないと思うので、ぜひ皆さん、世界中の歌舞伎と触れ合いに来てください。夏休みのね、自由研究とかにもいいと思うし、はい、まあ、皆さんぜひですね、トムシの歌舞伎はすごいぞ遊びに来てください。はい、最後に一言。それからのカブトムシ。戦うか。めっちゃいい。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。